おはようございます。速稼塾の久保です。しばらく私菓子パンを食べた動画を出してましたよね。さすがにね、5日間ぐらい食べ続けたんですけども、なんとなく大好きなパンだったんだけどね、そろそろ控えた方がいいかなと思っていたんですよ。それで、逆にこれだけ一生懸命食べたんでね、もう思いの丈を食べさせてもらったんで、お正月にこれからもう一回ね、減量というかダイエットの方に向かおうかなと思うんですよ。健康の方の方へ。でいろいろ調べていくと、なんかね、1日16時間ものを食べずに残った8時間で1日1食ぐらいをとって、で健康にもよくって、内臓を休ませて老廃物が出て肌もツヤツヤになるとかね、なんかそんな健康法があるらしいんですよ。でこれがなんか健康寿命も伸ばすみたいで、長寿にも生かせるということらしいんですよね。もちろん筋肉の代謝とかにもすごくよくって、なんか肝臓とか腎臓の働きが良くなるとか言うんですよね。ちょっとね、16時間もの食べずに8時間でやるのっていうのは考えにくいなと思うんですけども、例えば睡眠時間を8時間と設定した場合、寝る前の4時間、起きてから先の4時間を食べなければ16時間だそうなんですよ。ならまあ残った8時間で、1食をしっかり食べていけるのかなと思ったんですけども、こんな健康法ちょっと私も聞いたことがなかったんで、どうなのかなと思ってるんですけどね。なんかね、この件についてご存知の方がいたら教えていただければと思います。まあただ私のね、このね、菓子パンをバリ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 食べてるコーナーでそういうことを知ってる方がいるかな、どうかなとは思うんですけども、1日16時間断食して、で1日1食っていうのがなんかそのポイントみたいなんですけどもね、ちょっとその辺しかまだ分かってないんですけども、私も調べてみるんですけども、何か実際にあやってるよとか知ってるよって方がいましたら教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。